不吉な風が人間界から吹き込んでいるようです。様子を見てきますので、留守の間このジュエルランドを頼みましたよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ひなたの夢がイエイ。はい、みんな並んで。人間界からの荷物だよ。わーのわーの、ママから手作りのマフラーですの。俺は手作りの腹巻き。よく似合ってるぜ。見て見て、みかげくん、私も似合うかしら。よく似合ってるよ。お美しいですわ、カノン様。ひなたちゃんにはこの封筒と。はい、よいしょ。おー、すっごい特盛りです。ポシャリ。さて、おばちゃんはみんなの夕食に出すジュエル山菜取りに行ってくるからね。明日までいないけど、後のことは任せたよ。はいです。ねえねえ、その大きいの何が入ってるの？うわぁ、ナウな T シャツ。ナイスヘルメットです。コスプレ。お母さんってば、また間違えてお父さんへの荷物送ってきたみたい。お父さんの？うん、うちのお父さん消防士なの。すごいです。しかもね、人命救助を専門にするレスキュー隊なので、こっちは正真正銘、私宛て保育士さんになるための学校案内。素敵です。私はスケート選手で、ひなたは保育士さん。一緒に頑張ろうです。うん、忘れてた、ルビーたちと約束があるんで出かけるです。待って、ペリドット。行ってらっしゃい。ひなたの行ってらっしゃいはいつも不思議と元気が出るです。それじゃあ。そうなのかな。ああ、おほん、皆さんにお集まりいただいたのは他でもありません。まずはこの映像をご覧ください。サフィー。はーい。ああ、これジュエルランドに謎の黒い雲がかかった時の。この雲の正体は不明のまま、一部では宇宙からやってきたガス状生命体ではないかとも噂されております。なんだって。非科学的だけどね。はい、次。この間急に寒くなっちゃった事件です。私の入手した資料によると、この時の異常な寒さは謎の宇宙人によるジュエルランド侵略計画だとされています。なんだって。非科学的だけどね。この他にも、私の部屋のプリンが何者かに食べられたり。カノンでしょ。未だに私の卒業後の進路が決まらなかったり。自業自得パカ。これらの事件の真相は謎のまま、我々の知らないところで巨大な何かが動き出しているとしか思えないのであります。非科学的だけどね。そしてジュエリーナ様がお留守の今こそ、私たちの背でこのジュエルランドを守らなくてはならないのです。でも
ジュエルランドを守るって具体的にどうするです？それはそれはふふふふふふ、寒いせいかフケが悪いんだよな。ほんとっすね。そこまでばい。あ、この世には科学だけでは解明できない謎がある。その謎に立ち向かうため、今ここに魔法の力で戦う5人の戦士が集まった。お前らは一体、我ら三千学園防衛隊、略して SCB。 みんなの迷惑になるうるさいバイクは禁止よ。なおかつ証拠はエンジェラ以外のバイクに乗るの禁止パター。ごめんねごめんね。ごめんね。我ら探検学園防衛隊、略して SCB。 すごいなぁ、すごい。そして学園の平和を守るルビーたちの傍若無人な振る舞いはますますエスカレートしていき、人を堕落させるコタツ禁止。ちょっと何すんのですわ。コタツ大好きサンゴニャンなのにひどいにゃん。私も冷え性なのに。危険なドリル禁止。むごすぎるです。ダサい腹巻き禁止。母ちゃんの手作りが。とにかく禁止、何でも禁止、禁止禁止禁止。私たちの活躍でだいぶ学園に平和が蘇ってきたわね。サンシャイン学園の新しい夜明けですぜよ。あれ、夕日よ。かっこいいラブ。まだまだこれからわい。サンシャイン学園の全てを平和にするには私たちだけでは人手不足。まあここ意外に広いしね。どうするパカ。ふふふのふう、このルビー隊長にお任せあれ。いつ隊長になったの？今。どうしよう。早くどこにするか決めないと。保育士さんか。カノン。ひなたにはぴったりじゃない？うちのパパも早く決めろ決めろってうるさくって。こんなに資料送りつけてきて。ん？何これ、もしかしてこれ全部お見合い写真。もうパパったら何考えてんのよ。お父さんか。どうかした？ちょっと思い出しちゃって。何何？小さい頃ね、お父さんと大喧嘩して押し入れにこもってたことがあったんだけど、お父さんが仕事に出かける時間になったらお母さんがすっ飛んできて。ひなた、早く出てきなさい。やだ、だってお父さんジュエルランドに連れてってくれるって約束また破ったんだもん。お仕事だから仕方ないのよ。それにお父さん、ひなたのためにまた新しいご本を買ってきてくれたのよ。やだやだやだ、ジュエルランド行くの。お父さんになんてもう会いたくない。ひなた、いい子だからね。ひなた、ほら、ひなた笑って。いってらっしゃい。いってらっしゃい。それからもお父さんのお見送りの時は必ず笑顔で手を振らされて、ペリドットに言われてつい思い出しちゃった。素敵じゃない？え？私なんてパパと喧嘩したら1週間くらい口聞かなかったりするのに。でもなんでお母さんあんなにお見送りにこだわってたんだろう。ルビー、ルビー、発見発見。ルビー、何しに来たの？問答無用、やっておしまい。あ、え、あ、
んでこんな遊びに付き合わないといけないのよ。あれ？あ、みかげくん。みんな自主的に学園を守ってるんだってな。頑張れよ。カノン学園防衛隊、略して KGP。 さあみんな、学園の平和を守る戦いに出発よ。ちょっと隊長は私なのに。頑張って平和を守り抜くわよ。聞け。3学期といえば卒業を間近に控えた重要な時期。中間テストはこれまで以上に難しい問題にする予定ですわ。しかしそれではうちのクラスの大半は。それはイルカ先生の問題。待った。難しいテスト禁止。見ろ、あちこちから SGB と名乗る恐ろしい集団が学園内で暴れ回ってると、こんなにお便りも届いてるんだ。例えば、この寒いのに勝手にこたつを奪われ困っていますにゃん、匿名希望より。だそうだ。でもそれは学園の平和を守るために。仕方なく。違います、ルビーさんに騙されたんです。裏切り者。本当じゃない。まあ待て。学園の平和を守るんなら、まず事件が起こる前に防ぐのが一番だと思わんか。え？戸締まり用心。火の用心。で、まんまとイルカ先生に丸め込まれた気がしないでもないわね。何をおっしゃるウサギさん。これは重要な任務なんだからして。アホくさ。ん？私は帰るわね。私も入学受付の願書を書かないといけないから。ごめんね、みんな。気にしなくていいです、ひなた。カノンは気にしてね。ピー。ふっ、それじゃあね。さて、残った私たちだけで頑張って続けるわよ。とカノンが抜けたぶ、ラブラが頑張れ。ラブだから防衛隊に入れてほしい。ラブダメばい。参謀隊は時に危険な任務につくこともあるばい。まだ赤ちゃんのラブラには無理ばい。やばい。ラブラ待ちパーカー。厳しいようだけど、いつかきっと分かってくれるに違いないわ。私はラブラのことを信じてる。パーカー。戸締まり用心。火の用心。あら、妙ね、降水確率は 0% なのに。さてと。ひなた。ラブラどうしたの。ラブラは赤ちゃんだから防衛隊に入っちゃダメって。でもラブラが泣くと大変なことになるから、ずっと我慢してここまで来た。ラブ、そっか、偉かったね、ラブラ。ラブラはジュエリーナ様の弟子。ラブだから、だから。よしよし。保育士さんか、ひなたにはぴったりなんじゃない。そうだよね、私には。なんだか騒がしいな。ムーンライト寮が燃えてる。え？みんな落ち着け。日直はクラスごとに天候を取るんだ。ルームメイトがちゃんといるか確認して。楓、小町、カノン様。あ、こたつがないのは困るけど、ここまで暑いのも困るにゃ。命の次に大事な水槽が燃えちゃう。みんな無事か。みか
逆。私たちは大丈夫だけど。ムーンライト寮が燃えてる。焦げ臭い。火事。みんな頑張れ。前よりもダークジュエルパワーが増大してるんだべ。ひなたがどこにも姿が見えないです。やぶやぶいないバグ。おばちゃんもいないし、どうしよう。そんな消火活動もういつかないわ。こうなったらジュエリーナ様に助けてもらうしか。ジュエリーナ様はお留守じゃない。そうなんだ。私がひなたドラブラを助けに行くです。むっちゃよ。私がいないとひなたはダメなんです。ベリドット、ダメ。俺に任せろ。私がついてるからね。もうこれっきりみんなに会えなくなっちゃうの。最後の別れになるかもしれない。
だからこそ毎日毎日最高の笑顔でお父さんを送り出してたんだね。ひなた。似合ったようですね。恐ろしい闇の炎は消え去りました。これで一安心ですよ。私が留守の間みんなで力を合わせて本当によく頑張りましたね。ありがとうみんな。そしてありがとう浅香日向さん。今まで見送ってばかりだったけど、今度は見送られる側になろうと思うの。みんなが今日も明日もその先もずーっと笑顔で手を振り合えるように。私新しい夢見つけたよ。そしてそれから数年の後、本日付で消防救助機動部隊へ配属されました浅香日向です。変なやつが書いたおかしな台本で主演映画を撮るラブ。マジで？次回のジュエルペットサンシャインはさあ誕生で、イエイ！ラブラの占い当たるラブ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。